色教えて。色教えて。ドリルチ。ドリルチ。やばい、変な行かれた女がいるって噂を聞いて。私、人気飛んだか、から聞いてた。さすがプッサンやな、プッサン。そういえば前行ったサウナがあって友達と友達はねちょっとあれなんだよな、芸能とかそういうタイプの人だからちょっと一緒に遊んだって言っていいかよく分かんないからちょっとどこここれねサウナなのこれラブホヤンこれサウナなのすごくない、六本木にあるサウナこれどうなってるかっていうと、右側にさ水風呂みたいなのあるじゃん、これ水風呂さなんかそ中に繋がってんのこれ、だから入って入るじゃん、限界だったらそのまま水風呂にいてそのまま出ていけんのこれマジおもろい、そう直帰できる水風呂でそのあなんていうのかな、潜って直帰できるこれマジおもろいけどさマジこれ3秒ぐらいで思いつくデメリットなんだけど、水風呂冷たいせいでサウナがあんまり頭に切らないんだよね、マジ3秒ぐらいで思いつきそうな問題点として、見た目重視すぎて、まあもう一回行くことはないんだけど、ちゃんと真面目にサウナ入るってなると微妙なんだけど、デートとかで使うのはすげえいいかもしれないね、なんか女友達とか誘うのでめちゃくちゃいいサウナだなと思った。ここはいくらぐらいなんだな、ツッコミどころまで含めて何本だったかな、全部出してくれたんだよな、あの時漫画家が、あ漫画家って言っちゃった、あのそう雰囲気は中に漫画家が全部出してくれたか分かんないんだよね、赤坂、いや全然誰かと言わないけど、そうなんだよ、どっちかの先生どっちか二択になった、一気に二択になった、一気に二択になった、赤坂近いですもんね、赤白紅白線の始まり紅白二択、色教えて、色は知っ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 て、てか勝ち組のちょい売れで言うと別に両方とも勝ち組だけどな、シノマンタって相当若くなかった、あえて言うけどあいつ年下だろ確か、あいつが10代の時になんか漫画賞みたいなの取っててさ、あいつやばいよな、10代の時になんか漫画賞みたいなの取ってて、すでに先生やってたんだよね、なんか評論家みたいなやつ、信者がちょちょうど解説してくれたやつが動画あるわ、4コマじゃないんだけど4枚画像4ページ漫画のパイオニアになったっていうね、21、22ぐらいで、すげえよな、で23歳ぐらいの時にはあの週刊少年ジャンプ、あのジャンプで4ページ漫画 の、うん、あの審査員になってた、すげえな、で24の時には自分の作品がもうすでにアニメ化されて、先輩がうざい後輩の話っていうので、めちゃくちゃおもろいアニメが出て、最近なんか違うスピンオフアニメみたいのがまたアニメ化されたんだよね、すごくない、とんでもねえんだよな、信じてすげえよな、信じて何がすごいかって、マジで友達全員のプロフィールちゃんと頭に入ってんだよなだからあいつにこの人のすごいとこ教えてって言ったらちゃんと教えてくれそう、あいついかがだって消化ブログだから、あいつそうだよ、マジおもろいな、いやまあもうなんかいいわ、なんかそのあれだよ、あ赤だよ、うん、赤色の方だよ行ったのは、そうすげえよくて、わらわらやっぱりね、わらわら、うん、まあ、赤ってかもう右って言わじゃん、赤右だよ、右って左右どっちって聞かれると一番答えやすいだな、左か左だなまあまあそんな話はどうでもよくてですね、そうここなんかいろいろなんだよな、これ以外にもおもろいサウナ、クドチってとこか、そうここすげえよかったな、壁みたいに死なないです、わら、何これボタン、元気さんって歴史結構好き、お前お腹に米粒つけてたなんかお腹になんか変なコリコリみたいなんだと思って、髪の毛ひっついてるなと思ってカッて取ったら米粒ついてた、ストックしてたな、そこにストックしてたな、コメント、いじめないで、わらわら、見えるかな、ここにそう、かわいい、わら、かわいい、ねえ破産者作ってたな、ジムドラヤとされる案件、これは大卒、わろた、こたストック、中国で思い出したけど万里の頂上にドリルで穴開けたやつがいるら、嘘だろそれ、すげえな、かったみたいなやつだって、すげえなそれ、本当、本当、いつ、途切れてたね、万里の頂上の
掘削機で破壊したとして近くで工事した2人が拘束されました。おもろすぎる。バニーの頂上つってもさ、あのみんなが想像するようなめちゃくちゃでかいあのフワッフワンってあるじゃん、あれって一部なのよ。結構場所によっては本当にあの人の肩ぐらいの高さの本当に石積みみたいなしょうもないやつもいっぱいあるのよ。そう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 、本当になんかちょっと土のう積みましたぐらいのやつもあって、人間だと頑張ったら超えれるぐらいのなんかノリのやつとかもあって、多分そこら辺なんじゃないかな、穴開けたのは。どちらかっていうとみんなが想像してたらこれだよね、このこいつだよな、ザ・これって感じだよね。これは万里の彫像か微妙だけど、こういうノリなんだよね、しょぼい部分は。さすがに全部これは無理。あれなんだよね、国防で使ってたところとさ、国の物流とかの管理のために作ってたところの二通りあって、馬車とかが通れなきゃそれでいいみたいなところもあったね。うん、そう、関所用だったところとかもあって、こっち側はマジ戦争用のやつで、そもそも万里の長城はいろいろこうつながって出来上がったもんだから、もともとなんかいろんなやつがポンポンポンって潜在したのが最終的につながっただけで、そう、結構別々で。万里の長城、なんだ、ドリル、これかこれじゃない、多分これじゃない、結構ちゃんと破壊してんだまあまあ言ってんな、すげえな。うん、まあ、なんかここならまあいいかってなる気持ちもわかる。もっとさ、すげえ建造物感だったんだけど、ね、ただの森土にしか見えないもんな。不便だよな、どう考えても。万里の長城、千葉と東京の間になんかよくわかんないけど、ようわからん長城、なんか壁できたらうぜえもんな普通に。それで迂回しないといけないってなったら、まあやだよな。カスタムメックウォーズ、なんかもうサムネがおもろいんだけど、カスタムメックウォーズ、これか、これおもろいの。あ、わらわら、バカゲーになった。アク警備ロボットが暴走バカだよ、危ないな、俺も風邪ひいて喉詰めよ。 D、さっきの切り抜き座がる DKM からキーボード出るんか。だいぶだいぶアーマードコアだね。もうバカそう、リアルな映像だ。旧防衛軍のとこやな、もうバカでしょ。うんこのエドフダブル、いな、悪魔の中なんだこれ、わらわら、いな、プレスジェニみたいなグラ、いな、エドフ、すげえすげえ、めっちゃかっこいい、けどめちゃめちゃかっこいいぞこれ、めっちゃかっこいいこれ。イナーとは同じだけど開発は違う、なんかガンダムみたいだな。あの、わらわら、アーマードコアとガンダム混ざったみたいな。ドリルをチンロボスコガオガイガー、わらわら、あれ欠陥か、やまわしロボ、車ロボダサすぎる名前ダサすぎる、ドリルチンカロドリルチンカ、生徒ロボが共存することあるんだ。ひどい最後、頭マッチョロボ、腕マッチョロボ、足マッチョロボ、胸マッチョロボ、ドリ、わら、爆発寸前ロボ、わらわら、ドリチンロボ、ドリはあるだろ、ドリチン参戦、うん、ゲーム情報用 MH、 あ、すげえ、これ令和のゲーム、敵が風や、ミサイルロボはもうミサイルでは、マッチョなんとかありすぎ、一部マッチョシリーズを合体させるんだ、3回発電車、わら、ネタ切れ感、ハンマーヘッドロボ、やりたいな、これは。おい、めちゃめちゃやりてえぞ。これめちゃくちゃおもろそうだけど。サンドロット絡んでないのか、ゲイドもいます。これがアーマードコア7だよ。リアルガッツ。これマジでおもろそうだな。わら、海を戻そう。わら、ちなみにドローンロボ最強っす。出川わらわら。これもうできんの？わらわら。もうできんの？まだできないよね。これめっちゃやりたいね。わら、カスタムの自由度めちゃくちゃ高そうだね、これ。実際問題。アーマードコアよりよっぽど高いんじゃない？え、けどこれ普通に重そうだね、マジで。カスタムメックウォーズ。これはマジで重そうだね。いや、実際結構大変なんだよな、なんか、こういう要素めっちゃ大変なんだよな。どのぐらいちゃんとやってるのか分かんないけど、大変なんだよね、実際。ちゃんとモーションを稼働させるのが。てかさ、俺これだけマジでみんなにお伝えしたかったことがあって、そう。あれ見た？ボルトルームの。これマジ可愛かったんだけど。何何、
これマジ可愛かったな、これ。石橋のケツ叩く音ゲー、なになに、ぬいぐるみ、トロちゃん、かわいい、最高、かわいい、あまりにもかわいい、コントロロー、この曲ずっと頭に残る、死にかけた、コントロー、コントロー、最強。この曲マジいいよな。かわいい、おぉ、カモです。これはずるいだろ、トロちゃんかわいすぎる塊魂って流してほしい。これマジいいよね。かわいい、かわよ、ガチでこれ良かったんだけど。プリンが似合う、カプセルっぽい、元気さんはもらえる確定で、カモです。いいね、わら、めっちゃいい。これ着信にしたい、これずっと聞いてたい。ユニキは動揺しすぎて爆殺しました。かわいいカモです。かわいい、これいいな。これやばいな、どんなん出んだろう。マジ楽しみだわ、普通に。これちょっとガチで楽しみでした、私。パイナップルの歌の次にいいわ。魔法少女マジカルプルンで物産か、これ。わぁ、変な行かれた女がいるって噂を聞いて。物産の魅力と加入前から聞いてた。あ、あ、さすが物産やな。物産、あ、あ、あ、物産なん。これまずいやつ、わら、あ、ユニーは隠し出すぞ。物産、わらわら、わらわら、あ、わらわら、わらわら、わらわら、おい、わら、因縁、わら、いきなり本能、あ、あ、無敵の女、悪眼口、わら、早速喧嘩売りに行ってる、わらわら、おっと、わらわら、初、初のバー、わらわら、いきなり、さっき買いたかったけど買えなかったハンバーガー売ってくれないか。ああ、もちろんすよ。なか、あのさ、わら、ストブラ一番のタグ、ハンバーガーだ、わらわら、わらわら、なんか、なんでもいいんだ。物産、物産と話して緊張ほぐれてた感じやってたけどなんか、いかがく言っちゃダメだね、これ。ここ勉強もなかったわ。わらわら、わらわら、わらわら、モールハックバーガー。まあ、初心者だから、初心者だから。カナカナとイクオスの話してくれたが歪む切り抜きが面白い、かがく。いや、こいつもこいつで、こいつもさ、なんでこれシャウトで話してんだ、これ。空星も空星、こいつなんでシャウトで話してんの、こいつ。飲み物違う、こそこそ話でしょ、意味ない。怖いよ、あれはマツバーガーと大声ぶりに水と油、バイクでやらかして中古車に呼び出されるやつやん。シャウス、もう何も分かってない、動揺しちゃった、わら。終わってんな、これ。すげえ、実名リスペクトです。キャッチ終わった、わらわら。ちゃんとガイドライン読んでから参加しろ。終わってる、わらわら。この後も空星って呼んでた。トップが揃うとカオス、炎上してもおかしくない、わら。化け物二人、まあ物産は苦手だろうな、シンプルにな。物産が六本読むはずがない、しかも案件だからな。企画で読んでるからちゃんと読んでないだろうな、実際。物産が強すぎた、だからちゃんと説明しないといけない。物産、 物産は現実がアップみたいなもんだ。まあ実際そう、実におもろいな。これや衝撃だな、これ。え、空不思議じゃねえ。